セダンなんですよ。え、北海道からどういう、え、どういうルートで、あの函館まで行って函館からフェリーで、ここだけはどうしてもフェリー乗んなきゃなんない、ね、あと全部自走ですね。すごい。え、一般道で、一般道ですね。お、いやいや、高速走ったら何もできない。師匠、北海道のどちらから？札幌です。札幌、札幌から、え、札幌から、札幌からどちら側から、え、札幌、日本海側、太平洋側。もうね、今回で約10回目ぐらいしか、通ってますよね。日本海側、山の上、日本海側、太平洋側。すげえ、すごい、ね、あと四国も全部回って、やべ、止まれる。ずっと、管理社会の中にいました、組織の中にいましたからね。はい、定年になったらもう絶対やるぞと思って、もうそれを叶えて、最高っすね。いやいや、もうそれであれですか、え、九州だ、ええ、どっちが、いや、九州も鹿児島、宮崎、鹿児島、宮崎も勝手に、え、どれぐらい時間かかるんですか、日にちというか。いや、まあね、ブラブラ連絡行きますから約1ヶ月。1ヶ月、ええ、へえ、時間たっぷりあるんですから。あ、まあまあ、宿はあれですか、その時で予約って。宿はね、車の中に寝たり、はい、1週間に大体1日おきですね、はい、車中泊と、車中泊と宿と。いや、僕も下道大好きなんで、ええ、こう、いや、やっぱりね、高速走ってるね、面白くないですよね。すっごいこう、うん、キザな言い方で、俺には似合わないかもしれないけど、はい、やっぱりその街の雰囲気とかね、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。で、こうやってこう道の駅で、こうやっておじさんにこう話、お話ししたり、サービスエリアじゃそういうのないですもんね。いや、大いに共感します。すごい、いいな、憧れる、本当に。あ、こ、あ、まさか本当にここでそんな人に会うと思わなかったです。いやいや、すごいけどな。いやいやいや、なかなか巡り合わないですよ。師匠、初め怖い人かなと思って。いや、全然怖くないですもう北海道に住んでいらっしゃって、うん、こう本州の方とか行くとこう、なんていうか渋滞とか多かったり、あ、東京、東京は通んない、うん、あ、東京通らないです。できるだけ外しますね。やっぱそうですよね。そう、正解です。意外にね、ちょっと子供が東京にいるもんだから行きましたけど、ね、はい、北海道憧れて、憧れがあるんで、あの、動物みたいなと思ってるぐらいなんで、あれなんですよ。だから日本一周もしできたら、うん、西の方から行って、最後ゴールを北海道一周して終わりにしたいなと思います。実現できないと思います。まあ、あの、いろんな人と話して、して北海道は行かないんですかって言ったら、いや、1回行ったけども、町から町方があまりにも遠すぎると、それが1回行って嫌になったとか、レクサス3台目なんですけどね、あ、やっぱレクサスいいですか、もう年齢的にも、あ、あのレクサスオーナーズって言って、はい、すっぜにこう会話ができましてね、宿も取ってくれるし、あ、どこかどこの何を予約してくれたら予約してもらえるし、まあ、それが、そしてその宿までダウンロードしてくれって言ったらナビにこうダウンロードして、ああ、もう至れり尽くせりなんですね、いや、そんな見るような車じゃないですよ。いやいやいや、いや、結構あの小さい、若い時は大きい方いかったんですけどね、はいはいはい、今の IS がちょうどいいですね、大きさ、うん、あの結構走るし、こっちの洗車してるんですか。いや、してないです。いや、なんかすごい綺麗ですよね。すごい雨降ったから。いや、そしてね、たまたまね、今朝もちょっとべっちゃいだったんで、ちょっとさっと着いたんですけど、ね、まずはコーティングしてるんですか。もうコーティングしたけど、雨でも、もう古いですからね。綺麗、いやいや、綺麗、綺麗。見せてるって言われても、全然綺麗。これが日本一周してる。いやーすごい。ハイブリッドですね。これで20キロ走るんですよ。え？一旦20。全国走ってる。おお。約20キロ走る。素晴らしい。いや。正直一周してるこう、なんか疲れた感がないですね。ないですね。さすがレクサスですね。さっき洗車しました。昔から車が好き、運転が好きっていうのがあって、運転はまあそうですね。じゃなきゃ絶対できない。そうですね。いやー、もう長いこと管理社会で、
誰も知ってるから一人で、一人でゆっくり好きなとこ、あんまり日程も決めないで、いいですね。いや、いいな、本当に最高の贅沢ですよね。それをやるだけ、あの10年してるから失礼ですけど、おいくつですか？76です。76、おー、すげえ。60代の65で仕事辞めたんだけども、65で辞めた時にはね、70過ぎた人もいて、もう70になったら辞めなきゃダメだと思ったんだけど、ね、もう現役ですね、まだまだ。癖になったっていうかな、癖になっちゃった。5月になったら、出てくるんですよね。5月のゴールデンウィーク過ぎたら出てきて。まあ、あと、東京で帰るかなって思ってます。いやブラブラすごい。日程も予定も何も決まってないもんですから、今帰り道って言ったけどまだ東海10日ちょっと座らせてもらっていいですか、運転席。いや、臭いし、あ、いいですいいです、臭いし、狭いし、汚いし、あ、全然そのすごいですよ、ね、なんかゴミ箱よりもまだひどい感じ。どうぞ、あのご自由に。むしろでもね、そんだけ日本してきてるんですよ。ああ、もう本当だ、なんか生活臭。あ、いいっすね。あ、お財布が、お財布が。先生大した何も入ってないけど。あ、これはできますね。できますか。めっちゃ快、そのなんていう背もたれの、寝袋もあるし、な、あ、地図を活用してるんですね。あ、ナビ。やっぱり、あ、地図も見ますね。あ、もう大雑把にこう、大まかなところを見て、あとナビと、あとスマホとで、一度戻ってどこで行っても、どのぐらいか、3000キロは持ってる。やっぱり4000から5000ぐらいいきますかね。もう一回オイル交換ですね。一回行ってからオイル交換。来る前にはどうしてくれ。シート大事っすよ、やっぱレクサスのシートいいんですね。そうですか。はい、もう座って一瞬で、あ、これは楽だって、もう今座って疲れ取れましたもん。ああ、私分かんないけども、まあ、やっぱり違う。全然違いますね。そうなんですか。あのね、私ちょっと3代目でちょっと列車ずっと乗っていて、車検かなんかでクラウンの新しいのを貸してもらったんですよ。それをちょっと2日ほど乗ってたんで、それを用意するんですよ。ああ、なんか微妙な揺れがあるんですね。これだとまあないけども。やっぱこう海外を見据えて開発してるのもあるから、少し足固めにしてるんじゃないですかね。そうですね。クラウンなんとなくふわふわっていう感じが。そうですよね。あれは都心部でもやっぱ快適な乗り心地とか、そういうの考えてると思う。あ、でも綺麗ですよね。うん。まあ、確かに物は多いけど、大事に使ってんだなって。車体見てわかりますもんね。最初一周されてる時だけやっぱキャンピングカーとか、うん、あ、まあじゃなくても SUV、ね、そうそう、ミニバンとかね、私肩小さいですから、あ、まっすぐ横に、まっすぐ足伸ばせるんですよ、横に、助手席の椅子を一番前に出して、はいはいはい、こっちからこうまっすぐこう、いやいや、あの人を見てすごいなと思って、いや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 、かなわないですね。これからどちらの方行かれるんですか？これから愛知。あ、愛知であの車のイタリア車のイベントがあって、あ、明日なんですけど、今日はその前準備で。あ、優雅な旅ですね。いや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 、先生に言われたくないです。先生じゃかなわないです。いや、本当に あの自分が憧れてることをされてる方がいるっていうのは、ね、僕全然優雅じゃないですよ。昨日のあの仕事を昨日してて、23時ぐらいに家帰ってきて、でシャワー浴びてもうすぐ家出てますからね。あ、あれ、これ YouTube 上げても大丈夫ですか？まあ別に構わないです。ナンバーは消した方がいいですか？いや別に構わない。大丈夫ですか？いや、せっかく札幌ですからね。たまに北海道のナンバーの車を見かけますけど、あれさ、みんな日本出身ですからね。ああ、いや、そんな、今度は聞いてみますか？一周中ですか？あの YouTube 出たら見れるんですよね。
YouTube って見たことある、ええ、見てますけど、あのチャンネルはサムライアルファって、ええ、そのインターネットとかでもサムライアルファって調べていただくとスマホとかでも出ます。すげえ、だからなくすもんですからね。でも全然面白くないですよ。いやいやいや、あの拙い動画なんで、世界的に有名な YouTuber なんで。サムライアルファ、アルファベットでサムライ、はい、あ、ええ、あ、ちょっと書いてください、はいはい、アルファベット間違ったら困るんで。すいません、なんかマネージャーみたいな、マネージャーこれかな、サムライ、あ、どうも、はい、あ、ありがとうございます。カタカナでも多分出てきますよね。で、基本アルファロメオが好きなんで、アルファロメオばっかでやろうと思ったら、結構他の車も面白いなと思って、いろんな車やアルファロメオったら、元安倍総理が昔学生時代に乗ってましたよね。あ、そうなんです。へえ、そうなんですか。いや、学生時代に生意気だなって大学生の時かな、初めて聞きました ね、すごい出会いだ、マジでさんは欲しいのね、話しかけてね、すみません、聞こえれば。じゃあ、そろそろ行きますか。はい、すみません、ちょっと、あの、待ち合わせの時間があるんで。いやいや、とんでもない。すみません、今日は。いやいや、こちらこそ。ありがとうございました。先生、ありがとうございます。お互い気をつけて、気をつけて。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。北海道大丈夫ですね、本当ですね。どうも、ありがとうございます。お気をつけて。いや、すげえ。いきなり出だしから濃い。感動した。いや、ここすげえ。ここの場所にしてます。よかったですね。まさかの。もうこれで一本つけちゃう。導入部で一本取れちゃう。そうですね。空が明るくなってきました。今日はね。じゃあぼちぼち行きますか、はい、道分かります？だいたい目的地はどこにするんですか、ね、目的地言ってなかった。あの、明日のびっくりドンキーの、はいはい、びっくりドンキーです。何言ってんのか忘れた。それが分かる。愛知のびっくりドンキー、愛知のびっくりドンキー。長くて、長くてって明日のあれが、あの愛知九博記念公園、あ、じゃあ美濃加茂、あ、これじゃない、多分そこです。あ、長くてってありましたよ、ありました、多分そこでいいはずです。これでいいですか、多分いいでしょう。違ったらごめんなさい。3時間40分あ、じゃあ多分時間的にそれぐらいなんで大丈夫です。
当ですね、見本と一緒ですね。いや、すごい。本当見本と一緒だ。よく絵はがきのようなんで、うん。うん。全く一緒だ。なんすか、目覚めのとこ。目覚めのとこ、継承地。この川の流れが、いや、すげえの見れた。うん。明日も天気。はぁ、あ。すごいな、ツバメが。コウモリみたいにいっぱい飛んでますね。すごいですね、今ちょうどね。危ない。かす、あ、ツバメ。そこに巣があるの。本当だ。怒られっかな。ツバメのね、よく見ると結構、まあ、色彩が鮮やかっていうか、いろいろいろんな色が。うん。昨日ね、逆転サヨナラ負けしましたけど。そっか、そっか、そっか、ツバクロスもんね。あ、そうそう。スワロー。昨日、高速から下降りて諏訪湖のところをピッチをこうずっと走ってたんですけど、はい、で今日は3回で勝ったんですけど、はい、9回の裏、9回楽天、相手楽天なんですけど、9回の裏、あ、今日は逃げ切ってくれと思ったらピッチャー変わったら、はい、初球を一発初球逆転サヨナラスリーランホームラン、もう笑うしかない。笑っちゃいました、本当に。大笑いしちゃった。見事なんだ、やっぱり。弱え。すごいツバメいるな。駅長なんですね、ツバメは。ツバメって自分から頼んで、人が住んでる近くに。で、うんうん、で虫を取ってくれるんですよ。あ、そうなんですか。人間に取っちゃう。人間に懐くわけじゃないけど、人間がいることで、うん、こう外敵から守る。あ、お互い。そう。この間あの行ったあれ、あそこガレージカフェ。あ、はいはい。鳩が巣作ってました。本当だ。うん、パラソルを不法占拠されて実行支配されてます、はい、短時間で作っちゃうもんですか、あっという間に作っちゃうもんね。安心してそうですね、ここ。いいですよ、ね、不法占拠って書いてあった平和じゃないパラソルが あって、はい、そのパラソルに鳩を巣作っちゃって畳めなくなってた。応募してるんですか。あれ、この間の大雨、うん、風というか、はい、大丈夫だったのかなって。ああ、それはね。そう。3日ぐらい。うん。あ、負担にあげる。あ、どうぞどうぞどうぞ。これって FR なんですか。MR ですね、後ろにエンジンが真ん中、真ん中というか真ん中ですね、車軸の間にエンジンが、そう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 、難しいですよね。運転性って違います。普通に運転してる分には全然普通ですよ。ただサーキットとか行くと全然違いますよね。やれるんですか。やれるの。あ、もちろん。もったいなくないだって。もったいだって傷がついちゃったらどうしようとか、いやもう石が飛んできて
傷だらけですもん。見え。全然見えない。全然あちこち擦ってるし。え、同じ構造なんですか？いや、あれは FF って言ってエンジンが前にあるんですけど、メーカーが一緒ですよね。アルファロメオっていう。これは前は何にもない。前何にもないですよ。これは開かないですよ、これ。開かないですよ。え、だって開くような感じ。開くような感じなんですけど、ボルトで止まってるんですよ。なんか何にもないって何が入ってるんですか？ラジエーターだけ。だけ。あとまあいろんな細かい部品が入ってますけど、レーシングカーの作りなんで。蓋開けてみたことがないので。これやつしか。そうですよね。まあ、普通開けないですよね。だってバッテリーがとかそのぐらいだよ見ても。でも今日どっちから回ってくるんですか？ずっとつくばのなんだ長野とかあのあもう2泊3日とか3泊4日とか、いやいや昨日の11時ぐらいに仕事終わって23時に仕事終わって帰ってきて、で0時ぐらいに家出て 今です。どこで寝てるんですか？寝てないですね。11時って言うとぼつぼつ寝るかなっていうそういう時間だったので。そうですね、走りっぱなしですね。途中でちょっと友達と待ち合わせして、まあ、この方も多摩からなんですけど。じゃあなんかクラブか何かで。そうですね、これからあの愛知でイタリア社のイベントがあって、それに今今向かってるとこ、向かってるとこです。愛知、愛知。あ、長野経由か。うん、あ、すみません、どうしても東海道を通ってきたようなイメージ。東海道は通らないですよね。面白くないんで。面白くないっていうのは。そうですね。信号いっぱいあるし。ね、あ、そうですね。ずっとこう山ばっか。ありがとうございました。あ、そうです。どうも。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。でも綺麗なんですね。え、でも綺麗。いです。続いて目的地は左側です。ありますね。目的地は左側です。お疲れ様でした。会場の設営にみんなで向かいま
セルビオかっこいいですよね。やっぱり後ろのデザインがまたものすごい凝ってます。コーヒーが助手席の足元とか転がってっちゃったんで、この焼き鳥買う両替のために買った大井の茶買ってよかったですね。あ、大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。左ハンドルに気づいた係の人が駆け寄ってくれました。車両じゃないですか。